本維新の会の足立康でございます。裏の意に代わりまして質問させていただきます。今共産党の質疑聞いてましたが、民主主義っていうものを理解してないですね。今日ですね、ちょうど私ここに来る前にツイッターを見てましたらね、辛坊治郎さんがこういうことを書いてらっしゃいました。日本に独立委員会を導入したのはアメリカだと。まあまあそれはいいですけど、その本家アメリカの独立委員会の委員は政権が決める。これ当たり前ですよね。民主主義国では政権の監視が効かない政府組織は存在してはいけない。これは民主主義の鉄則中の鉄則であると書かれていました。全くその通りで、例えば今ニュースになっているアメリカの最高裁の判事、これはトランプ大統領、まあ大統領が指名するんですね。これが民主主義国のバランスなんです。だから日本学術会議についても公の組織でありますから、これを完全に独立させるということはありえません。そういう中で再三ご紹介をいただいている憲法の第15条にはですね、公務員を選定し及びこれを罷免することは国民公の権利である、これまさに民主的統制を効かせないといけないんだよということが明確に書いてあるわけであります。また別のところでもご紹介があった同じような規定、日本学術会議法と同じような規定、国立大学法人法にもですね、国立大学法人の申し出に基づいて文部科学大臣が任命すると学長、こういう規定がある。これ同じですね。これ教育権あります。近藤法制局長官、私が今申し上げた民主的統制、まさに憲法15条の趣旨というのはそういうことですよね。完全に独立したら戦争中の軍部になりますよ。そうじゃなくて一定の民主的統制を働かせながら、その運営にあたっては独立性を担保していく、これがいわゆる憲法15条の趣旨はそういうことだと思いますが、そうだということで結構ですから、お願いします。内閣法制局近藤長官。先ほどご紹介がございました憲法15条1項で、まあ、公務員を選定しこれをおよびこれを罷免それは国民固有の権利だ、まあ、国民主権の表れであり、国民がまあ公務員というものを、まあ、きちっとグリップをしていくという趣旨でございまして、そういう意味では憲法15条というのはその趣旨を踏まえていろんなところに、任命権というのがきちっと最終的には国民につながるような形できちっと規定されており、まあ、内閣あるいは各大臣においてそういった趣旨をきちっと踏まえて、きちっと国民に対して責任のある任命をしていくという整理になっているというふうに承知しております。当然です。日本の国会議員であれば、日本国の国会議員であればこれ常識だと思いますよ。しっかりと国民的常識、これを踏まえた質問をね、この委員会ではやっていくべきだと指摘をしておきたいと思います。さて、焦点になっている日本学術会議法7条2項、会員は17条の規定による推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する、これの解釈をめぐって昭和58年の国会答弁も含めて議論になっています。私は伺うところですね、推薦をそのまま任命する義務があるとまでは言えないという内閣法制局の見解は当時から一貫していると理解しました。で、一方で当時の総理府、今の内閣府は、いやそうなんだけど、そうなんだけども、その運用する当事者として推薦をそのまま形式的に任命してもそれは解釈上内閣法制局がそれダメだよと、形式的にやるのはダメだよというつもりもないと、内閣府当時の総理府がそういう運用方針で臨むことについては法律違反ではないというのが私は法制局の解釈だと思ってるんですね。三林さんね、私はねはっきり言った方がいいと思うんですよ。要は総理は前例踏襲で良いのかと言ってる、すなわち前例形式的にやってきたんですよ。形式的にやってきたんだけど、その前例は踏襲しないことに変えたんです。その解釈じゃない、条文解釈じゃないんですよ。運用方針は変えた、これは認めた方がいいんじゃないですか。はい、福
井局長。日本学術会議事務局でございますが、平成30年文書を整理しましたの私の方でございますので、一言ご説明させていただきますと、昭和58年の、制度導入以来、基本的にその、総理が任命権を持っているということだけは確かであるというふうに理解しております。いやだからさ、それは分かった、それは私もそれはそうだと思う、伺ってるとね。まあ、もう時間ないんで法制局長官にはそれ聞きませんが、聞きませんがずっとおっしゃってる、一貫してそこの解釈は変わらないんだと。それは憲法15条との関係でも整合的であるということは私は理解をしました。問題は内閣府、当時の総理府がね、その運用方針ですよ。皆さんも解釈はギリギリやってきた、その中で形式的にその推薦されたものをその通り任命するということもありだし、今回のようにその一部を任命することもありなんですよ。いや全然問題ない、法律上。でもかつてもし形式的にやるという運用方針を公言されていて、今回はその運用方針という前例を踏襲しないことに決めたんだったら、前例と今回は前例を踏襲せずにしっかりと本来の法律の趣旨を、今まではサボってたわけですよ、内閣は。総理大臣がサボってたんです、今までの総理大臣は。安倍総理、菅総理の前の総理大臣はサボってたんです。本来の法律の趣旨をしっかりと貫徹して、民主的統制を働かせてこなかった。今までの総理が悪いんです。安倍内閣、菅内閣は、法律の趣旨、憲法の趣旨を十分に理解をし、民主的統制を働かせた、前例を踏襲しなかった。そういうことで私は理解してますが、いいですね、三林さん、まあ、大体そんなとこだということで言ってください。大体そんなとこだ。三林副大臣。これまでも答弁してまいりましたけれども、憲法第15条第1項の規定に明らかにされているとおり、公務員の選定罷免権が国民固有の権利であるという考え方からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が、推薦のとおりに任命しなければならないというわけではなく、日本学術会議会員が任命制になったときから、このような考え方を前提としております。僕が言ったとおりなんですよ。で、与党の皆さん、しっかりせっかく質疑時間あるんだから、こういうのをちゃんと明らかにして、その後の野党の質疑者が困るような質問したら、なんでぼーっとしてるの。大体これぐらいの問題は、この1日で終わらすべきですよ、こんな問題は。他に重要な問題があるんだから。最後に一問、焦点になっているそのもう一つの論点、その総合的、俯瞰的ということでありますが、これは単なる人事じゃなくて、まさに独立性の高い公の組織の任命行為なんです。そうであれば、推薦側であれ、その任命側であれ、その理由を国民に、開示していく。民主的統制というのはまさに国民に説明できるからこそ民主的統制なんだから、この国会の場でもいいですよ。その理由はやっぱり私たち日本維新の会ははっきりしていった方がいいんじゃないかなと、こう思ってるわけでありますが、内閣は理由はまあ言わないと言っている、学術会議側は推薦理由は公にしてるんですか。福井局長。日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣の推薦は、日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣の推薦手続きが定める内閣府令に基づきまして、任命を要する30日前までに当該候補者の氏名を記載した書類を提出する、これによって行うものとされております。この推薦書類につきまして、内閣総理大臣の推薦手続きの中において推薦理由の書類は添付されておりません。そもそも推薦側が理由を開示してないんだよね、これおかしいよね。まず推薦側がなぜそれを推薦するのか、でそれに対してもし一部を任命するのであれば、その一部が任命されることの適正性、これを国民に政府は説明すべきだと思います。でこれについては重要な問題であり、要は国会がまたね、森かけ桜みたいな形でこの問題で席巻されることがないように、日本維新の会として、責任政党としてですね、早く、国の未来にかかる本質的テーマについて議論できる国会にしていくことをお誓いして質問を終わります。ありがとうございます。